はい、ってことで今回はですね、Windows 10が重い方必見の、はい、パソコンを軽くする方法をね、お教えしたいと思います。根こそぎごっそり軽くしたいと思うんで、よく見ててください。はい、ってことで、まず、スタート、左下のスタートアップのところの、ここにですね、MS、ここ、はい、どうや打ってください。そうしますとシステム構成が立ち上がりますんで、こちらをクリックします。で、今私のパソコンもめちゃくちゃデータが入っててね、めちゃくちゃ重いんで、どんくらい軽くなるかちょっと楽しみでやってます。ってことで、まずこれ一番下のスタートアップオプションを開きますね。で、スタートアップ、ここの左下のスタートアップチェック入れまして、スタートアップで、タスクマネージャーを開くを押します。で、このタスクマネージャーのスタートアップのとこは、スタートアップって書いてあるんで、字の通り Windows 10が起動した時に勝手に立ち上がるソフトが入ってます。で、この立ち上がるソフトが勝手に起動してしまうと、その分データを使ってしまうので余計重くなるということなんで、こいつをいらないものは全てき、Windows 10起動した時に起動しないように無効にしていきます。ってことで、例えばこういうのとかね、ニュあ、そっか、これはこういうのとかね。で、こういうのか。こういうのとかは、あ、なしになっとんな。これはなしになってるんで、こういうのを無効にするとか。で、無効にしましたら、これを閉じます。で、この無効にした設定は、Windows 10を再起動すると、実際に無効にしたことが有効になります。ってことで、これをバツで閉じてもらって、次はですね、クリーンと打っていただきます。で、ディスククリーンですね。を開きます。で、C の中。OK。で、これは、C ドライブの中に、パソコンの C ドライブの中にいろんなゴミファイルがあるので、そいつらをね、根こそぎごっそり削除するようになってます。で、多分これが、あ、まだやな。これチェック入れて、今ちょっと失敗したんで、一時ファイル。何度も言いますが、これは、自分の保存した大切なデータは消えないんで安心して消してください。で、OK。で、これらのファイルを削除しますかって出るんで削除します。で、これちょっと、いっぱい、削除するファイルがある方は時間かかっちゃうんですけど、気長に待ちましょう。はい、ということで、クリーンアップが終わりましたんで、次の作業に移ります。はい、ということで、次の作業に移ります。次の作業はですね、シークリーナーと検索してください、ネットで。で、このシークリーナーのピリフォームってやつをダウンロードしてください。で、他のとこからダウンロードするのは基本的にやめてください。なぜかと言いますと、スパイエアとかね、含まれている可能性がありますので、必ずこのピリフォームってとこで、ダウンロードしてくださいね。で、このフリー版をダウンロードします。で、ダウンロードします。はい、ダウンロードします。で、シークリーナーを実行します。で、はい、シークリーナーが立ち上がったと思うんですけど、ですね、はい、こちらのように、
チェックが入っているので消すファイルを、でこのままの状態で解析します。クリーナーのとこで解析で、この C クリーナーは、先ほどディスククリーンアップで削除しきれなかったいらないファイルをこちらで発見して、削除するって形になりますね。はい。で、今解説してるんで、出てきたものをすべて削除します。発見できなかった一時ファイルとか、インターネットの履歴、キャッシュとかを、根こそぎ削除していきます。はい、ということで、クリーナーがね、ですね、解析しまして、こちらが出てきました。で、こちらのデータは、削除していいので、はい、こちらをクリーンアップ開始します。検出されたシステムがファイルは削除されますってことで、はい、OK。で、これでさっきのディスククリーンアップで発見できなかったいらないファイルを削除します。はい、ということで、ですね、こちらのクリーナーでこんだけ分が削除されましたんで、次はレジストリのところを削除していきます。で、レジストリの問題をスキャンしますね。で、こちらの、問題、レジストリの問題っていうのは、Windows 内の設定とかデータベースで起きたエラーのファイルなんで、エラー自体はファイルはいらないんで、こちらを、削除していきます。で、ちょっと私もあんまちょっとレジストリのことはよくわかんないんですけど、調べてみた結果、このエラーのデータはいらないみたいだったんで、こちらを全部チェックした上で、確認して問題を解決して削除します。ってことで、こちらをやっていきましょう。はい。で、バックアップしますかって出ますんで、バックアップしときます。Next ストップ内に。一応何かあった時に、バックアップから取り出せるように保存しておきます。で、こちらに出ましたね。はい。で、選択された全てを解決と。で、これは解決しました。604ありましたんで。はい。で、こちらで問題は見つかりませんでしたんで、C クリーナーでやることは以上で終わりです。ここでですね、コントロールパネルを開きます。で、ここでですね、デバイスとプリンターの表示で開きます。で、デバイスとプリンターなんですけど、ここにね、FAX っていうものがあります。で、こういうものは、Windows 10の OS を入れたときに、いらないものまで入ってるんで、いらないものまで入ってると、動作が重くなってしまうんで、こちらを、削除していきますね。パソコンで FAX なんか使いませんので、デバイスを削除。こういうのが重くなる原因になっちゃうんで、削除していきます。で、こちら PDF とかは多分使うと思うんで、残しといていいかと思います。で、こちらは終わり。で、最後はですね、ここでデフラグ。デフラグと打ちますと、で、こちらデフラグの画面が出てきましたんで、こんな感じですね。で、一番上は8%が断片化していますってなってるんですけど、これ例えば、本屋のお店とかね、あいうえお順で並んでると思うんですけど、本が。それがバラバラに、並んでる状態だと思ってください。で、それをあいうえお順に並べる感じで、ディスクのね、中身を順番にきれいに並べていきます。で、並べることによって、自分がクリックした際、すぐにデータを探して取り出せるようにするために、ハードディスク内をね、
きれいにする処理になります。でこちらを分析されてるんで最適化してデフラグできれいに中身を整理します。はい、このように何パーセント分析中ってなるのでハードディスク内がねきれいになるまで少々待ちます。で基本的に最適化が必要ですってなってるやつはやった方がいいので最適化した方がいいと思ってください。はい、ってことで今デフラグ中なんですけどちょっと時間がかかるみたいなんで私のパソコンはちょっと断片化がちょっと多かったみたいなんで、まあ、一応説明しますとこのデフラグを最適化したらもう以上でこの簡単にパソコンを軽くする方法は終わりなんで一応これが最後の一つって感じですね。ってことで以上でこの動画は終わりです。はい、この動画が役立った場合よかったらチャンネル登録や高評価拡散などをお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。